どうも、マック SP チャンネルの前田です。豊田です。本日は久しぶりに販促日本一の取り扱う新商品をご案内したいと思います。はい、陽さん、はい、今日は皆さんにすごくいいものがご紹介できるんですよね。そうですね、まあ、販促日本一はですね、まあ、既製品っていうのこともあるんですけれども、オリジナルっていうの商品も、まあ、生産ができるというのことですけれども、で今回はですね、おすすめするのが今すごく流行りのSDGs 関連の商品で紹介させていただきたいなと思っております。こちらにあるこの商品、はい、これが販促日本一で取り扱ってる新しい商品の SDGs ということですね。そうです、はいはい、今だとね、学校でも結構 SDGs のね勉強とかされるみたいですからね。そうなんですね、はいはい、皆さん、弊社名古屋市のプラットフォーム SDGs 会員となっておりますので、はいはい、皆さん覚えておいてください。それではこの商品紹介してください、はいはい、これはどんな商品なんですか。こちらの商品はですね、特徴の一つはこれ見た目はですね、プラスチックみたいなんですけれども、実際プラスチックではありません。でこちらの商品はですね、木材から作られて紙でですね、お生産をしております。ちょっと待ってください。これ見た目はプラスチックなんですけど、はい、実際これは紙製品で取り扱いができるということですかね。そういうことですね、はい、確かセルロースファイバーが 50% 以上入っていると紙製品として取り扱いが可能なんですよね、はいはい、そうなんですね、はい、そうなると紙製品で取り扱いが可能ということは、廃棄が本当に一般の廃棄でできるということですか。そうなんです、普通の燃えるゴミとして扱いできます。そういうことですよね。そういうことです。これ見た感じも明らかにプラスチックで、もう強度もめちゃめちゃ強いですよね。そうなんですよ。めちゃめちゃいいですね。そうなんですよ。しかもこれおしゃれなんですよ。はい。これプレート、はい、カラフルで。そうなんですよ。しかも話によると、この商品なんと100個から作れるんですよね、はい、そうなんです。しかもこちらですね、お客様がただパントン番号とかビッグ番号で色をしてですね、オリジナルで作れるんですよ。オリジナルの色を作りたい場合は300個から作れるということですね。そういうことです、はい、ただ100個から内入れは可能なんですよね。可能なんです、はい、その100個で内入れをする場合はメーカーさんが持っている製品のカラーの中から選べますと。そういうことですね、はい、こういったプレート以外にもこういったカップであったりとか、こういったフォーク、ナイフもあるということですね。そうなんです、はい、じゃあ種類も豊富で、はい、カラーも選べて内入れができると、はい、そして SDGs なので環境にも優しいと。そうなんです。あ、じゃあこれから企業にとってはね、嬉しい商材の一つですよね、はい、そうなんですよ、はい、ぜひ販促日本一にこちらの商品掲載していますので、はいはい、ぜひチェックしてお問い合わせください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まだあるんですよね、今回。そうなんです、はい、じゃあ早速教えてください、はい、2つ目の商品は一体何でしょうか。2つ目の商品はですね、はい、こちらとなります。ただのボールペンじゃないですか。ね、ただのボールペンではなくて、これ半永久鉛筆っていうの名前なんですけれども、小学校とかになるときに鉛筆でよく使うんです、はい、削りをして、使って折れたらまだ削って、これだと半永久だから長く使えるというか、まあ、ほぼ使い切れないっていうかというの鉛筆です。鉛筆って言ってもシャープペンの代わりだよね。今言い方が半永久鉛筆みたいな感じだったけど、半永久シャープペンみたいな感じだよね。そうです。そう、そういうことだよね。あ、そういうことです、はい、もうちょっとなんかかっこよくしてください。これちょっと、はい、だから永遠に使えるシャープペンみたいな言い方の方がちょっとかっこいいんじゃない。あ、そういうことですね、うん、はい、1本で鉛筆の約200本分に。ほう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 、あ、なるほどね。この1つで鉛筆200本分かけると、もう相当じゃん。相当ですね。小学生だったら下手したら3年4年使えるんじゃない、これ。まあそうですね、うん、ひょっとして1本だけで小学卒業まで使える、うん、社会人で言ったら、社会人でこそ逆に半永久使えるんじゃない。あ、そうですね、まあ、パソコンが主体だからさすがにね、シャープペン使うシーンがあんまりないけど、まあ、打ち合わせの時にちょっと書いたりとか、はいはい、そう考えると半永久使えそうだね。そうですね。半永久シャープペンがついて、タッチペンがついて、はい、さらにボールペンがついて、はい、なんとなんとこちらの方をで、こちらを回すと、なるほど、消しゴムもついてる、はい、
を隠してるんです。で1つで4役ですね。となると消しゴムを使います。へえ。あ、だからこれ一応シャープ鉛筆なんで消せるってことね。そうなんです。うん、はい、めっちゃいいじゃん。ちょっと実際これ本当に書けるかもう書いてみます。はい、本当書けるのこれ。書けます。なんか怪しいよねこれ。トヨタが言うと怪しくないですか皆さん。大丈夫です。いきますよ。はい、どうぞ。どんな感じなんですか。まあ普通に鉛筆って感じ。まあ鉛筆、シャープペンですよね。確かに書ける。書けやすいですかね、これは。まあ普通に滑らか。普通の鉛筆は遜色ないですか。ない。で、全然減ってない、実際。そうなんです。全く減ってない。だから、この丸くならない、このどんだけ書いても。あ、そうですね。普通だったらちょっとずつ文字が太くなっていくような気がするんだけど、はい、全然変わらない。変わらないですね。これぞ半永久鉛筆。はい、実際書きやすくて先っぽも丸くならない。半速日本一でしか取り扱ってないんですよね今のところ。そうですね。ですよね、はい、そのノベルティとかギフトでは半速日本一でしか今のところ、はいはい、購入できない契約なんですもんね。そうなんです。あ、これまあエコっていう観点もねいいですもんね、はい、環境に優しい。まあそうなんですね、うん、はい、ゴミも出ない。出ない、うん、長く使える。長く使える。エコですもんね。はい、ぜひぜひ皆さん、これ学生とかのノベルティに最適ですよね。そうですね。お問い合わせください。皆さん、ぜひお問い合わせお待ちしております。お願いします。それでは、はい、本日のラストの商品に行きたいと思います、はい、よろしいですか。はい、はい、3つ目の商品を紹介させていただこうかなと思っております。はい、こちらの商品となりますけれども、まあ、USB ケーブルから、まあ、携帯の充電ができます。あらゆるものをこれ一つで充電できるということですね。そうですね。オールマイティ充電器みたいな。そんな感じです。はい、なるほどね、はい。使いやすいですね。はい、で、ちなみにこれオリジナルで作れるですよね。そうなんですよ。なんとこれ小ロットで300個からオリジナルで生産できます。お、なるほど。皆さんこれ300個でここの上の部分、このキャラクターの部分がもう完全にオリジナルで作れると。そうなんです。それいいですね。そうなんです。300個だったら結構お手軽ですもんね。そうなんですよ。普通の一般企業の方、大手さんじゃなくてもショップとかそういった店舗の方でも作りやすい数ですよね。作りやすいです。もう完全に自社でキャラクターとか持っていたらこのキャラクターをオリジナルで作れると。そうなんです。そうなんです。で、物によってはこれあれなんですよね。ここちょっとこれでいくとこのハートの部分が充電中光ったりすることも可能なので、はい、めちゃめちゃいいですよね。そうなんですね、はい。まあ、ロゴとかね、入れてでロゴの部分が光るみたいな。そうなんです。そうなんです。なるほど。かっこいいなんですよ。で、さらにここのコードの部分の色も変えれるんですよね。そうです。キャラクターの色に合わせてですね、例えばどういう色を選択するとか、全部同じ色にする、あとは半分ずつ、例えば2個は別の色にするとか、そういうのも選択できます。フルフル OEM で作れると。そうなんです。はぁ、はい。だから話によると最近この商品、はい、アニメ系とか、はい、あとは野球の球団とか。そうなんですよ。あとは電車関係、はい、テレビ局とか。そうなんです。そういったところからのお話が非常に増えてきているらしいです。そうなんですね。やはり今言ったそのお問い合わせがあるところはキャラクターを持ってたりとか、そういったね、はい、関係の企業さんからの問い合わせが多いと。多いですね、はい。まあそうだよね。普通だったらオリジナルで作りたい場合って今までだったら大抵5000個とか。そうですね、うん、何千個とか。少なくても3000個ぐらいからしかオリジナルで作れないのが、はい、なんと300個。300個、約10分の1から作れると。はい、すごくないですか。嬉しいですよね、はい。だからノベルティとしたらちょっとね高額にはなってきてしまうと思うんで、うん、ギフトであったりとか、あの販売する商品としておそらく使いやすいのかなと思います。はい、はい、ぜひ皆さんこちらも反則日本一に載ってるんでしたっけ。載ってます。はい、ぜひね反則日本一に掲載しておりますので、はい、お問い合わせの方よろしくお願いいたします。お願いします。お待ちしております。はい、本日は反則日本一の今
注目のアイテムをね3つご紹介させていただきました。はい、はい、販促日本一、非常にね毎日問い合わせが、増えてきております。はい、はい、おかげさまで、おかげさまでね、はい、少しね認知度もね、その知名度も世の中にねだいぶ浸透してきているんじゃないかなと思います。はい、はい、最近は大学さんとかのね、うんうん、学校からのお問い合わせが増えてきてますもんね。そうですね、まあ、おそらくね、まあ、3月そういったシーズンなんでしょうかね、はい、やはり入学とかいろいろありますもんね、はい、毎日のようにね全国からお問い合わせが来ておりますので、ぜひ皆さん、販促日本一はまず提案力が強い、はい、そして価格もリーズナブル、そして納期対応が早い、そういったねところで皆さんね喜んでいただいております。ぜひぜひね、モビリティやギフト、プレミアム品などはね販促日本一にお問い合わせください。よろしくお願いします。お願いします。皆さん、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ヨウさんさ、はい、言っていいのかちょっと分かんないですけど、なんとですよ、うん、皆さん、このワクワクトヨタもうすぐ引っ越すらしいんですよ。引っ越しますね。はい、おめでとうじゃないですかこれ。いやいやいや、まあこれからですね、まあ、もともと仕事も頑張らなきゃいけないんですけれども、マイホームを購入したということでね、はい、今住んでるところからすごく近いですよね。踏み入ったぐらい、もう歩いてパパッと行ける。そうなんです、そうなんです、はい、毎日散歩してるの、その距離すごいですよね、はい、もうぜひね、ヨウさんが引っ越したらそのマイホームで一本動画撮りたいなと思ってるので、はい、あれですよね、もしヨウさんが引っ越してウェルカムパーティーみたいなのやってくれるんですもんね。皆さんを誘わさせて、そうなんです。はい、ございます。じゃあそこで動画回してもいいですよね。 OK です。僕でヨウさんが引っ越した時に、もうもちろんね何かお祝いは持っていきたいなと思うんですけど、ハンバーね、ちょっと一個持っていこうかなと思ってて。それはやめてください。いやいや、いいよね。それダメ。いやいや、だって NG でーす。だって何でもしていいって言ってたじゃん前。もうなんか噂の噂のというか、用汁が今ちょっと出てきてるんですけど、はい、いやそれは緊張しますよね、うん、で水野は爆竹をちょっと持ってくって言ってたんで、はい、やっぱりだってよく考えてくださいよ、はい、中国っておめでたい時って結構爆竹鳴らすじゃないですか。鳴らすよね。鳴らしますね。ね、鳴らすじゃないですか、はい、だからめでたいじゃないですか、はい、爆竹イコールめでたい、お祝いしたいじゃないですか、はい、うん、僕はハンマーでどっか思い出の場所をちょっと1個ドーンと穴開けてやろうと思ってますから。で水野は逆にその開けた穴の中に爆竹入れてバッてやりましょうよ。それはやめてください。でもせっかく動画撮るんですよ、はい、そういうちょっとドッキリ的なことやらさせてくださいよ、はい、お願いします。近所迷惑ですので大丈夫です、はい、お願いします。皆さん今度ねヨウさんの家もね、トヨタワクワクルームツアーやりたいと思いますので、お楽しみにしてください。絶対やります。よろしくお願いします。お願いします。販促日本一はまず提案力が強い、はい、そして価格もリーズナブル、そして納期対応が早い。モビリティやギフト、プレミアム品などはね販促日本一にお問い合わせください。